海岸の裂け目から続く洞窟は内部が広く、まるでもう一つの海がある。この辺りは船乗りが恐れる海域で、多くの船が消息を絶っは。海の中から美しい声に呼び止められた。人魚は好奇心が強いと聞いていたが、彼女はまさにその通りで、君たちに彼女は、さて、ではここは島々に散らばる海賊たちの交易の拠点でもあるんだ。在庫の中にはマジンガーやホームランドといった珍しい島もあるんだ。
どれどれ？待ち伏せだ。君たちの動きは海賊に察知されていた。この船の主、エリオット・ピットの名が記されている。
海賊の隠れ家だ。やつらが襲ってくる。海賊の手にあるのは魔法のランプだ。奪い取るのがまずいことになる。海賊が地面を投げ出し、ランプを海賊の手から奪い取る。魔法のランプは願いを叶え終えてどこかへ飛んで行ってしまったようだ。残りの海賊も恐れをなし